ボリスタ・タディッチは、セルビア共和国の政治家、心理学者。セルビア・モンテネグロ時代より、同国大統領を8年にわたって務めた。民主党に所属している。2004年7月のセルビア大統領選挙で勝利。2008年2月に再選された。2012年4月に、任期途中で辞任。ボリスタ・タディッチは、 哲学者のユボミル・テディッチと心理学者のネベンカ・タディッチ、夫妻の間に生まれた。タディッチの祖父母は、第二次世界大戦の間に、ウスタ社によって殺害され、ホロコーストの犠牲者と考えられる。小学校から高校までベオグラードで過ごし、ベオグラード大学で、社会心理学臨床心理科を卒業した。卒業後は、ジャーナリスト、臨床心理学者として働き、 第一ベオグラードギムナジウムで心理学を教え心理学研究所で研究を行った。タディッチは政治活動も活発に行い、それがもとで拘束を受けたりもした。タディッチは民主主義政治手腕開発センターを設立しその所長に就任数年にわたってセルビア、スルプスカ共和国、マケドニア共和国、ブルガリアの人々に対する 政治的啓蒙に取り組んだ。その後、2013年2月に予定されていた大統領選挙を議会選挙とのダブル選挙にするため、2012年4月5日に大統領を辞任した。5月6日に選挙が行われ大統領選では5月20日の決選投票に進んだが、議会選挙はセルビア進歩党が第一党となりタリッチの率いる民主党は第二党に転落し、 大統領選挙もセルビア進歩党のトミスラブ、ニコリッチに敗れた。ありがとうございます。